あ、あったあった、これだ、これです。こんにちは、小石郎です。静岡県、勝手に観光大使の、小石郎です。今日は駿河湾百景に選ばれているので、大井川町、焼津市ですね、藤森川、河津桜を見に来ました。で、また河津桜とか思ってるあなた、今日はちょっと違います。ちょっと面白いことやってみたいと思います。ダイソーで何年か前に発売されたこんなもの仕入れてきました。マクロの世界ですね。河津桜でマクロの世界をちょっと遊んでみようかなと思うので、川面に映る桜が最後の方で、お届けしたいと思っています。最後までのご視聴よろしくお願いします。あ、それとそれと大事なこと。この動画が良かったなと思う方はグッド。ダメだ、どうしようもねえと思った方もグッド。いただけると励みになります。よろしくお願いします。では、行きます。ゴー。では、開けてみます。もっと開けやすくなってる、片手の人が開けやすくなってると嬉しいな。あ、フィッシュアイって書いてあるから、これが魚眼ですね。で、マクロと広角がこれ一つになってるみたいです。だからこれを外しといて、でこれを蓋して、ここにもうこの袋のとこに入れとこうかな。で、広角、これ、マクロを装着しました、ここ。よいしょ。で、そう。よし、完了。では行ってみます。片付けしよう。そう、風が強くてそれどころじゃなさそうですね。つくしつくしつくし生えてました。つくしなら取れるかな。やってみます。
風があるもんでなかなか焦点が合わなくて撮れないです。もっと風のないところでね予定すればよかったんだけど、ちょっと残念です。商品自体はすごく面白い商品で良かったんですけど、あの企画がちょっとまずかったなと反省します。これまた梅雨の頃には紫陽花が綺麗に咲きそうですね。なんとなく この辺奥、なんとなくこの辺に映ってますね。綺麗ですね。どうでしょう。すごい幹まですごい綺麗。キャンディーズ、すみきしょ。距離は短いけど、水面の桜とか結構花咲きも良くてすごくいいですね。ここ場所が。でやっぱり100円なんでね、100円それなりなんですけど、100円としてはね値段以上の楽しめるかなと思います。案件あったらくださいなんて。帰ります。葉桜ですね。桜すごく綺麗でしたね。なんか木が新しいのか、そんなに高くなってなくてすごく良かったです。で、水面に映る桜もすごく綺麗だったんですけど、マクロのレンズ、それも良かったかな。企画的にはまずね、場所が悪かったですね。ここ風強いんで
みんなフィントが合わなくってやっぱりダメでした。また次回どっかで使ってみたいと思うのでまたよろしくお願いします。ということで、最後までのご視聴ありがとうございます。こういう顔なんだよ最後までのご視聴ありがとうございます。で登録高評価よろしくお願いします。で、ここおすすめなので、皆さん来てみてください。では小石郎でした。バイバイバイバーイ。